飯田橋ガジェット研究室の渡辺です。モジュラー型山下シンセサイザーの今回は ADSR、ですね、エンベロープジェネレーターを作っていきます。これですね、エンベロープジェネレーターっていうのはですね、音のですね、まず立ち上がりアタックですね、それからそのから減衰していくディケイ、そしてその減衰していく量を決めるサスティーンで、キーボードのから指を離してその後も音の余韻が続いていくリリース、つまりアタックのタイム、ディケイのタイム、サスティーンの音の量、リリースの音のタイムを決めていくのが、このユニットなわけです。 ADSR ということでエンベロープジェネレーターができてくるわけです。でこれはその流れを、電気信号として CV として出していくわけですね。その CV をVCO に入れれば音程がそのように変わっていく、VCOF に入れれば 音質が変わっていく、そして VCA に入れれば音量がそのように変わっていくわけです。で、まあ通常は ADSR というとこの音量を決める VCA のコントロール信号として入れるというのがまあ普通です。でこれによってまあかなり表情豊かな演奏ができるということなんですが、まあそれに決まったわけではなく、さっき言ったように VCF の音質、それから VCO の音程などを決めることも可能なわけです。まあそういう多彩な機能を持ったのが ADSR、 エンベロープジェネレーターというわけです。それでは、このエンベロープジェネレーターの制作を始めていきましょう。はい、それではですね、パッケージから中を出していきます。アクリルのですね、パネルは保護されてます。ああいう風に最後の最後に、まあ、シールを剥がすといいですよね。はい、これはサブパネルですね。サブパネルの付け方がこれまでとはちょっと違う感じです。まず抵抗からつけていきましょう。今回はあらかじめ抵抗をですね、下の作業場の紙の上にですね、テープで貼っておきました。こうすると非常に効率がいいですね。いよいよハンダ付けに入ります。先日ですね、こういうそのキットのワークショップに行ったんですけど、そうするとですね、このハンダ付けの作法にもですね、千差万別いろんなやり方があるもんだなと思って、改めていろんな勉強になりました。僕はですね、こういうふうにパーツが下に落ちないように、曲げてですね、足をその出てきて足を曲げておくわけですけれども、これをねほとんど曲げずにですね、すっきり上に立ててしまったまま、とにかく全部のパーツを差し込んでおくと。で全部のパーツを差し込んでから端から少しずつハンダ付けしていくっていうやり方の人もいらっしゃいました。確かにですね、こういうパーツはですね、全部折らずに差し込んでおいて、最後にやるっていうのは機械でハンダ層というそのハンダを溶かした、層の上にですね、この基板をつけてハンダ付けする方式、ですと、まあ、そういう方式でやるわけです。で全部がハンダついた後で、カッターというか、まあ、旋盤のようなそういうその回転式の刃で、残った足を全部切っていくという感じでやるわけですよね。ですからそういうその機械式のハンダ付けの方法に近いやり方でやってる方もいましたね。まあ、僕はですね、大体全体の4分の1とか3分の1ぐらいのパーツをつけてから、切る、端を切ると。で、また新しいパーツを入れて、また切るというようなやり方を繰り返してやり方が、まあ、好みというか、まあ、一つ一つ確かめながらやれるんでね、僕はこのやり方でやっています。これまでのユニットと比べると比較的パーツは少ない方ですね、 ADSR は。
IC のソケットが、つきましたね。今回 IC はですね、オペアンプとそれからマイコン、書き込む、要するにプログラムが書き込まれた、チップの2つが乗ります。あ、ここでちょっとハンダは隣の部分とくっついちゃいましたね、うまく取れない感じです。でこれはですね、ハンダの吸い取り機を使って、修正します。これですね、ハンダ吸い取り機、あ、今吸い取りました、でその両方の穴のブリッジの部分を取ったというわけです。ちょっと見にくいですけれども、これまで通り、ボリュームのですね1箇所だけ、まずハンダ付けをして、1ギメをしてメインパネルを合わせて、それから本格的にハンダ付けをするというやり方を今しています。まだパネルの紙は取ってませんね。はい、これで、ハンダをボリュームのハンダを本付けですね、3箇所全部付けていきます。一つについて3箇所あるわけですね。はい、つきました。一旦メインパネルを外します。続いてトランジスタですね。トランジスタをつけています。続いて発光ダイオードをつけてますね。いよいよサブパネルをつけますね。このサブパネルの付け方はこれまでは、ジャックのですね補助という感じでついてたんですが、今回はサブパネルオンリーなので、これをですね僕は、グルーガンでつけました。はい、はい、メインパネルをいよいよ本締めしていきます。はい、それぞれのつまみをつけまして、ほぼ完成ですね。はい、完成しました。はい、これでですね、いよいよテストが始まるということなんですけれども、実はですね、この後すぐテストして動かなかったんですよ。問題は僕がどうやら中のマイコンをね、ショートか何かで飛ばしてしまったみたいなんですね。でそれで一旦ですね、山下さんにお送りして、今回それのですね、修理をちょっとしていただきました。まあ、マイコンの交換ですね。マイコンの交換をしていただきました。
で戻ってきた ADSR を早速テストします。オシロスコープで波形を見てみますと、ちゃんと ADSR の、波が出てますね。ちょっと分かりにくいですけども、しっかり出ています。これはですね ADSR の D でね、 D のタイムをもうちょっと伸ばすと分かりやすかったのかなと思いますけど、あ、こんな感じですね。あ、はい、それではですね、いよいよ音を出して調べてみましょう。まず ADSR 全てをゼロにします。そうするとこういう音だけですね。アタックというかカチッカチッカチッとした音だけです。で ADSR の A を上げてみましょう。そうすると立ち上がりがふわっふわっふわっとしたこの A、 アタックの部分ですね、アタックが弱くなる、強いアタックか弱いアタックかをここで決めるわけですね。アタックに時間がかかっていると、弱いというかですね、ゆっくりとしたアタックになります。今度はリリース AD ディケイですね、ディケイを、広げました。そうすると音の余韻が、出てきます。でその、ディケイの余韻の部分の量、音量を決めるのは今度はあの S サスティンですね。サスティンを今度広げていきます。長い音が出る感じですね。まだアタックがふやっとしてます。で最後にサスティンを伸ばしてみます。キーから指が離れても音が残ります。キーボードから指が離れても音が続く感じになります。ここからは自動演奏でやってみましょう。自動演奏をすると、音の変化を、つまみを回しながら感じることができるので、大変効率的ですね。いろいろとアタックを、調整したり、ディケイを減らしたり増やしたり、そういったことで音の変化を、確認しています。これはアタックがゆっくりしたアタックですね。これは鋭いアタック、こんな感じでですね、音の表情がいろいろつけられるのが ADSR ということです。 ADSR の制作は以上で終了です。次回は LFO ロー浮遊検診オシレーターの制作をする予定です。チャンネル登録よろしくお願いします。